女子シングルス4年生以下試合番号6番稲垣日向さん奈良県対佐藤智美さん宮城県の試合を第2コートで行います。山形県対川所
子みずきさん、福岡県の試合を第8コートで行います。
いたします。ただいま第5コートで行われた女子ダブルス6年生以下試合番号10番森美優さん高橋浅香さん組南北海道対新田ひかるさん新田渚さん組栃木県の試合は2対1で新田ひかるさん新田渚さん組栃木県が勝ちました。阿部あやめさん、阿部いずみさん組、宮城県の試合は2対0で、阿部あやめさん、阿部いずみさん組、宮城県が勝ちました。女子ダブルス6年生以下試合番号15番山下穂香さん後藤真奈美さん組三重県対山崎和歌子さん磯部里奈さん組兵庫県の試合は2対0で山下穂香さん後藤真奈美さん組三重県が勝ちました。試合開始のご連絡をいたします。女子シングルス4年生以下試合番号13番赤松芽衣さん香川県対目崎真央さん新潟県の試合を第3コートで行います。5番から9番に出
場する選手の皆さんは11時30分までに選手招集所にお集まりください。繰り返します。女子5年生以下シングルス試合番号5番から9番に出場する選手の皆さんは11時30分までに選手招集所にお集まりください。北北海道の試合は2対1で滝沢